どうもこんにちは、しょうえです。今回はこちら2024年3月15日発売の S かわいい2024年5月号を購入いたしました。特別版では椿ファクトリーのリトキャメちゃんたちが表紙になってます。メンバーカラーの衣装めっちゃ可愛いですよね。メンバーカラーを取り入れた春のトレンドファッションとインタビューもモリモリとのことで、早く中身を確認していきたいんですけど、先に購入特典を紹介します。今回もインフォスクエアで購入したんで、限定特典ポストカードがついてきました。こっちが表です。めっちゃ可愛いですよね。で、裏がこんな感じになってます。 E ラインナップモールではまた違ったデザインのポストカードが特典になってて、そっちも可愛くて悩んだんですけど、私はこっちにしました。さらにジュースジュースの上村あかりちゃんと井上れいちゃんのビューティー企画もあるとのことなんで、見ていきたいなと思います。目次の順番的にはジュースジュースが先ですね。ジュースジュース憧れの美女名二人が最初で最後のコラボ、上村あかり×井上れい、美女強くなるメロメロ美容トピックス。最初のページから二人の密着度やばくない？レイレイの着てるキャミソールがメンダコヘア、正式名称これでいいんかな分からんけど、これと相まって宇宙人的な可愛さがあってめっちゃ良い。36ページ37ページはメイクのページなんですけど、お顔のドアップが二人とも美しすぎてビビります。ちょっと額縁に入れて飾りたい健康美って感じがする。お次は椿ファクトリー、笠井優美、八木しおり、福田マリン、ヨフルのリトキャメ色に染まる。メイカラコーデめっちゃいいよな。ルノちゃんに猫耳のニット帽をかぶせてくれた人は天才すぎる八木しおりちゃんも大人っぽいし、マリンちゃんも可愛い。51ページのユーミちゃんの赤黒コーデがめっちゃかっこよくて好きです。すごい似合ってる。椿ファクトリーそれぞれのメンバーとのエピソードとかもあって、ほんまにインタビューもりもりで嬉しいです。なんか春服がたくさん載ってて、めちゃカラフルやから気分上がるなぁとパラパラめくってて思いました。食べ物コーデみたいなコーナーがあって、おにぎりやったらモノトーン、ドーナツやったらブラウンコーデとかいろいろ載ってるんですけど、そういう発想なかったなと思って面白かったです。年齢的に S かわいい私より下の世代になるんかなと思うんで、同じものを着るのはちょっと厳しいんですけど見てるだけでも楽しいなって思いました。はい、ということで S かわいい5月号の紹介でした。ちなみに表紙はリトキャメで、裏表紙は椿ファクトリーのアルバムサードモーメントの紹介をしてくださってました。サイン入りチェキとプレゼントの応募の締め切りが2024年4月15日までとなってます。しっかり書いてちゃんと締め切りに間に合うように頑張ろうそれでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。